그래도 바퀴바퀴. 今日は逆上がりの利ハで、今日はリセットの利ハです。頑張る。おはようございます。なんかでも昨日も逆上がりのリハだったんですけど、立ち位置一回も見ずに行ったけど覚えてた。なんか感動した自分で。どれも見ずに行ったけど全部覚えてました。まあ、普通なんですけど、きっと。そう、楽屋もね、なんかすごいんですよ。初めてあの楽屋、なんかもうめっちゃ広いの、とりあえず。で、なんか机2人で1つずつみたいな机で、それも結構広めの机で2人で使うんですけど、なんか公演ごとのあいうえお順で席順が決まってて、ホワイトボードに紙が貼ってあって、席はこういう順ですみたいな、もう入学式みたいな学校の そんな感じに貼られてて、で、公演が変わるごとに席移動するみたいな感じ。なんか一人ずつなんか荷物を置くかごがあったりとか、なんかすごいんですよね。広すぎて迷子になりそうだった。そう、会場が裏が暗いからさ、リハ中とか真っ暗だから、はい、どこみたいな、なる。大変。おはようございます。寝起き感。顔がまだ寝てますね、私の。だってついさっき起きたんですもん、私。7時半ぐらいに起きた。さっきやない。さっき。目覚ましをかけ忘れて、まあ、いつもなんですけど、家族が話してる声で起きた。多分ね、これから毎日朝配信終わるまで、こんばん。頑張るぞ。明日マジで早いかもしれん。明日、そう、結構早いかもしれない。ショールーム。明日本当も鬼早い。5時ぐらいとかにやってるかも。もしかしたら。明日の連絡来ないと分かんないから、何とも言えないんですけど。多分5時台とかにやらないと間に合わない。イベントの時みたい、5時台なんて。懐かしいな、もう半年も前なのか。
ようございます。そう、明日がね、制服のめのリハなんだけど、朝一なんですよ。リハが一番最初のリハだから多分早い朝一で制服の目を踊るっていう。おはようございます。今日はでもリハとなんか生写真の撮影みたいなのがあるか、ばよ。もうなんか腰が痛い、めっちゃ腰、背中、腰、背中あたりがめちゃくちゃ痛い。なんかずしーんって感じ、なんか乗っかってますかってぐらい重たい腰が。久しぶりにソファーで配信してる気がする。そう、ここね、時間が分かるからすごいありがたいんだよね。和香が行ってからじゃないとね、いけないんです。できないの、ここでやる。もうリハ終わってみんなバスで爆睡みたいな感じ、ほんと。まあでもそうだよね、寝れないもん。でもさ、よくよく考えてみてさ、9時開演の公演とかあるわけじゃないですか。え、何時集合って感じじゃないですか。やば、普通に。私10時までなんですよ、よくの目。8時から10時なんですけど、そう、10時まで公演するってなかなかないから、まあ初めてだし、すごい楽しみ。お腹すいた。今日は久しぶりにお父さんが白米を炊いてくれました。ありがたい、ありがとうお父さん。いつも麦ご飯とかなの私はずっとこの日を待ってました。ありがとう。おにぎり作ってくれました。さ、違う、昨日海苔なしってお願いしたのに、海苔なしを妹が間違えて食べたから結局のリアリになってしまいました。悲しいです。ピエン、9時開始だと6時集合なのかな。いや、もっと早いでしょ。6時もっと早いと思います。だってメイクとかあるもん、着替えとかも含めて多分もうちょっと早い、5時とかじゃない。だってさ、移動時間も含めるとさ、わかんないけど絶対もっと早いと思う。6時はないな、せめて5時ぐらいじゃない分からんけど、まあ、私は朝一には出ないから何とも言えないんですけど、もう朝一発目起きてその話されて、はぁと思った。
妹が食べちゃったって食べちゃったって思って、まあでも返す言葉もなんか疲れてなかったから、うんそうなんだって言ってたけど。いや本当にお米って素晴らしく美味しいからね、大好き。ごめん。おはようございます。今日は起きたら髪の毛これでめっちゃラッキーだった。へへ。おはようございます。うん、足も痛い。あちこちが痛いですね。でもみんなメンバー一緒だ、メンバーみんな一緒だと思うから頑張る。そう、なんか4月に髪の毛切ったんですけど、昨日まで会えなかったメイクさん、メイクさんじゃない、衣装さんとかが数名いて、え、髪切ったの？って言われました。あ、そっか、まだ会ってないのかと思って、4月ぐらいに切りましたっていう話を何回かした。そう、なかなか会えない方とかいるから、そういえば自粛前とかは結構会ってたけど、そういう風になっちゃってから会ってなかったスタッフさんとか衣装さんとかがいた時、すっごいびっくりされた。髪切ったの？って言われた。でもなんかショートの落差に気づいちゃって、もうなんかロングにしてもいいんですけど、今後けどなんかもう伸ばしてる途中で多分切りたくなっちゃう気がするんですよね、自分の中で。ただ別になんかロングにしていろんな髪型したいっていう気持ちもあるんですけど、でもなんかめんどくさい、伸ばすのが。かといってエクステつけたりとかそういうわけじゃなくて、エクステめんどくさいじゃん、いろんな。やっぱショートっていうのはね、切れば切るほど切りたくなるもんなんだよね。乾かすの美容だもん、5分とかで乾く。それは持ったわ、10分未満、10分以内で乾く。え、そんなのなんか適当に乾かしといても、朝起きたら結局これだから。私ね、ほんとね、すぐ終わる、いろいろと。髪の毛洗うのも早いし。楽。そう、でもなんかエクステつけるぐらいだったら自分の髪の毛がいいなっていうのがあるから、なんか、あれなんだよね。15分経った。
どうしよう。この後はご飯を食べながら昨日のリハビリを見て頑張ります。ありがとうございました。また明日。明日はまだ本当何時になるか分かんないけど、多分メールで言うことになると思うんですけど、多分朝めちゃめちゃ早い時間にやると思うので、無理せずに見に来てください。ありがとうございました。バイバイ。またね。ギフトとかもありがとうございます。バイバイ。ありがとうございました。またね。バイバイ。ありがとうございました。